この服に袖を通すと、学生時代の思い出が次々によみがえりますね。フニフラとかっこいいポーズを練習したこと。テスト前、ドドンコにノートを貸してもらったこと。アルエとカモネギを狩りに行ったこともありましたね。学友たちとの懐かしい思い出です。めぐみ、私との思い出はないの？同じクラスでしたっけ？ひどい！同じクラスよ！何度もお弁当を分けてあげたじゃない！分けてもらったのではありません。勝負に勝った対価としてお弁当をもらっただけですよ。ちゃんと覚えてるんじゃない？懐かしい私たちの思い出よね。それで今日はこれを作ってきたの。おお、お弁当ですか。ユンユンのお弁当、懐かしいですね。めぐみんの好きなものいっぱい作ってきたわよ。なるほど。学生時代のようにこのお弁当をかけて勝負したい、そういうことですね。違うの。これはめぐみんに食べてもらいたくて。私に？ほら、学生時代はお弁当を奪われてばかりで一度も一緒に食べなかったでしょ。だから今日はめぐみんと一緒にお弁当をいただきます。相変わらずユンユンのお弁当は美味しいですね。一瞬で空っぽに。何を悲しんでいるのですか。食べてほしいと言ったのはユンユンでしょ。お友達と一緒にお弁当を食べるのが夢だったのに。これじゃあ学生時代と同じだよ。でも私は諦めない。明日こそめぐみと一緒にお弁当を食べてみせるわ。このスバ